何？五条くん。すみません、勉強不足で。そのヌルジョ2というのは初耳です。マジか。じゃあざっくり説明するね。ヌルジョ2って去年爆売れした超人気美少女ゲーでね。美少女？しかも今度アニメもやんの。やばいよね。で、学園長の孫の主人公が訳あって男一人女子校に入学すんの。まあよくあるハーレムモノ的な感じ。男一人が女子校に入学、よくある。何気に泣けるイベント多くてウケるんだよね。っていうか五条くんって両軸系苦手な人？セドレとか。セドレ？けどヌルジョ2は基本愛ゆえのセドレだし大丈夫か。割と安心だよ。大丈夫？安心？主人公は学園長命令で地軸部に入るんだけど、そこで部員の女の子。どうしよう、ゲームに疎いからかな、全然話についていけない。地軸部？セドレ？そんな内容のゲーム本当にあるんだろうか。はっ、もしかしてからかわれているのか。てかいつまでマジで聞いてんの、ネタなんだけど。真面目か。そうだ、普段一人でいるからこういうノリがわからなくて気づかなかった。でね、さっきの選択で今度ネタなんかじゃない。北川さんは1ミリもふざけてない。あの目は本気の目だ。